Hi everyone, how you doing? I'm Crystal from Honolulu. 皆さん、ご機嫌いかがですか？クリスタル、今日もね、ホノルルから発信いたします。今日のトピックは、乙女座で起きる満月、この土曜日になってます。これをね、解説したいと思います。まだね、すいません、書き直しとかなしでバーって書いたんで、この文字より私が同じことを説明します。そしてこれが見にくい人は、毎朝ラジオと同じように、このチャートを見たい方は、コミュニティに、貼り付けておきますので、2月の24日満月の、チャートをね、その投稿を毎日してるんですけど、そこから探してみてください。はい、じゃあね、スタートしますね。この土曜日ですね、2月の24日乙女座で満月が起こります。それでですね、夜の9時半になりますね、土曜日ので、また週末に満月起きるのっていいですよね。はい、そしてね、月が乙女座です。11ハウスで起こります。11ハウスっていうのは、元は、水瓶座さんのお部屋になって、仲間とかっていうのは、なんだろう、打算関係、土の時代の打算的な関係を抜けた、コミュニティ、本当の仲間、ネットワークっていうお部屋なんですね。で、なので例えば大げさな話、同じ日本人同士じゃなくても、例えば自分が英語が喋れなくても、何かしら、エネルギーでつながるとか、同じ趣味でつながるっていうのは、ある意味その本物の、コミュニティ、つながりっていう感じなんですよね。そういう、風の時代の、お部屋に、乙女座さんが入ってます、月でね。で、太陽が向かい合う、5ハウスに、ここね、ごめんね、汚いけど、はい、そこにあります。で、5ハウスっていうのは、獅子座さんの、基本的にお部屋、ホームであり、獅子座さんの守護星っていうのはもう皆さんもご存知のように太陽なんですね。太陽で、太陽っていうのは、自己表現だったり、自分表現、いや自分、まあ大げさなし、自分を大きく作るぞみたいな感じね、子供心で言ったら素直にね。だからクリエイトする、ルームなんですよね。で、要は太陽ね、自分のホームに入るから、すごく、エネルギーとメッセージ性が強いです。はい、でですね、ですね、まず、そう、ここから説明していこうかな。まずね、乙女座さん、乙女座さんっていうのは土のエレメントです。土のエレメント。そして、魚座さんっていうのは、水のエレメントになります。そしてね、乙女座さんの、すごくね、得意技といったら、整理整頓、オーガナイズが上手です。それはお掃除も上手だし、守護星が水星なんですよね。水星さんっていうのは本当に知性とコミュニケーションを司る、あの、愛はあるんだけど、変なね、重たい愛情は乗せずに、理性を持った、すごくバランスの取れる頭のいい、あの水星さんが、乙女座さんの守護星ですので、本当に乙女座さんっていうのは心の中の整頓もしやすいし、このお部屋とかのね、物質的な、整理整頓も上手よ。オーガナイズ上手といった感じですね。で、もちろん土っていうのは、本当にね、地に足ついてこの地球上で、地道にね、前に、安定するようなものを、夢だけじゃなくてね、言うだけじゃなくて有言実行、形にしていくのがとっても得意です。はい、そしてね、魚座さんが水エレメントであり、タロットで言ったカップ、感情が豊かだから、境目を持たないんですよね、十二星座の最後であるし。で、要は、共感心もあるし、みんなと一体化する。そして、風の時代の意味が込められているとしたら、魚座さんが、司るのは、スピリチュアリティ、精神性。そしてね、あまりにもこうであるべきっていうよりは、理想とかイマジネーションがすごく得意技としております。でね、これはね、両方とも自己犠牲、ちょっと調べてもらいたいんです。みんながじゃないですよ、これは、この星座さんの、みんなね、いいとこ悪いところがあって、まあこれが悪いところじゃないけど、行き過ぎるとダメだよ。要は相手に奉仕するのが、どちらかといえば上手、得意、大好きなんで、こうやりすぎてしまうっ
ていうのも悪くないんだけど、そうすると自分を無視、これからはね、自分軸で生きて自分を大切にいこうっていう時にね、どうしてもね、他人に力を注いすぎたら、自分も疲れるし、他人も自立できないっていう意味では、まあ気をつけなきゃいけないとこなんですよね。星座全般に言った、性格で言ったら、キーワードで言ったら。で、それがこの、満月にも込められてます。自己犠牲はあんまりしちゃダメだよっていう、自分を持っていこうっていう風の時代に向かって進んでますからね。新月満月、新月満月って感じでね。それでごめんなさい、要は満月っていうのはここの真ん中に地球があって、月が乙女座さん11ハウスね、これみんなの風の、仲間の部屋ね。そしてこっちが5ハウスに太陽魚座さんが入ってるんですよね。要は180度っていう、場所にあって、はい、そこにはね、このお互いのエネルギーを使うにはどうしたらいいかっていうキーポイントも後ほどお伝えします。なぜかっていうと、180度っていうのは、まあ対抗なんで、そのめちゃめちゃ融合して合うっていうことはないんですね。だから何かを工夫することによって使えるようになるっていう感じなんですね。はい。で、ちなみに私魚座で、主人が乙女座なんですけど、ほんと対照的で、合うとか合わないとこがいっぱいだったんですよ、若い時は。だけどラッキーなことに、まあ長年好きだから好き、そのままそこはうまくいってるんですけど、それでも喧嘩するとこって言ったら、今話した、乙女座と魚座の対決みたいになっちゃうんですよ。だけど融合されてくると、乙女座のいいところが、例えば整理整頓が少しできるようになったりとか、乙女座さん乙女座さんでめちゃめちゃ現実的なんやけど、精神の世界をめちゃ取り入れてたりとか、それがね、だからまあクリスタル的にはちょっとうまく説明できるかどうかわかんないけど、結構それが必要だ、大切なんだな、この満月は使うためになるにはっていうのは、なんか分かっているつもりなんで、ちょっとクリスタル的に説明します。そうすると意外に参考になるかなっていう人もいるかなと思って、頑張ってちょっと説明させてくださいね、ゆっくりね。でね、まずね、そう、そしてね、要はこの土と水なんですよね。土と水って基本合うんですよ、相性は。その土と水のエレメントで言えばね。で、要は、このね、土を、要は魚座さんの言う、理想とかイマジネーションは得意やけど、地に足でつけるのは難しいんですよ、具現化を。で、今度、乙女座さんっていうのは土なだけに現実的にちゃんと生きていけれるんやけど、めちゃめちゃ着実に、まあどっちかといえば平均石橋を叩いて歩くんで、想像してこう飛び出して遊ぶ、その5ハウスっていうのがどうしてもちょっと使いやりにくいと思うんですよね。で、だからここは180度なんやけど、手をつなぐと、すごいことが、現実化していきますよっていう、それは風の時代のバージョンアップにつながっていきますよっていう、めちゃめちゃ、お宝が隠されている満月なんですよね。はい。でね、でもまずね、それがね、要は向かい合う、ここにね、月は、まあこれリリスは入れないとします。ちょっと説明すると難しくなってくるんで、皆さんリリス知ってる人知らない人分かれるので、でもお月さんは分かると思うんですよ。お月さん位置に対して、太陽の、魚座さんと、これって水星なんですよ。土星なんですよ。今、魚座さんに入ってて、結局水星っていうのはこの先ほどお話しした、乙女座さんの、守護星、知性とコミュニケーション、何か現実にしていく上ですごく、力になってくれる、必要な、火星と同じぐらい必要な、お星さんなんですね。で、そこにイマジネーションだけしか、ちょっとごめんなさいね、うまくいかない魚座さんにひっついてくれてるんですよ。もう一つ安定型の土星、地道に着実に、地に足つけてこの具現化していくっていう、お星様、土星もひっついてくれてるんです。だけど今の時点では反対にあって、180度っていうのは結構困難な葛藤なんですよね。でもこれをどうやって使っていくかっていうと、まず乙女座さんはさっき言ったオーガナイズとか整理とかはとってもいいんですよ、ね、
そこに、自己犠牲っていうのは手放していかなきゃいけないもんだねんですよね。風の時代にあたって、自分でやっていけれるんですけど、何でもやっていけれるから人にも合わせてあげれるんですけど、合わせしすぎずに、奉仕しすぎずに、あげすぎずに、まずは自分を大切にっていうメッセージがこっち側には月様には込められてます。そして手をつなぐためには今度、魚座さんの太陽は要は理想だけじゃなくて、この本当に現実に地を足つけるってことですよね。そうすると、現実に地の足つける、乙女座さんと手をつなげれるわけだから、そう、そのためにはね、それをやっていく前に一番大切なのはこの2月、宇宙元旦なんですよね。3月の20日の、秋分の日が、ね、その日が、宇宙では本当に元旦で、2024年も1月から始まっているけど、本当に本当に2023年のエネルギーを全部みんな片付けれてるかって言ったら、片付けれてないんですよ。それは季節的にも分かるように、2024年が始まって目標もいろいろ立てて、内側でいろいろ浄化もしたり頑張ってるけど、まだ光が見えないなって、具現化してきてないな、自分の目の前に現れてきてないなっていう何か不安を持っていらっしゃる方いませんか？はい、もしも持っていらっしゃったら、それを手放したりとかするのが今3月の20日までに大切、一番大切なことなんですね。もちろんそこの中で目標に向かってとかにしていくには、まあ、腹筋も大切なんやけど、掃除も大切ってことなんですね。重たい、エネルギーを持ちながら前には進めないし、風の時代の風には乗っていけれないんですね。なんでこの、魚座さんっていうのは12星座の最後の星座さんであって、要は、まあ、具現化が苦手でもしょうがないんですよ。なぜかっていうと、物質より精神の方ですよね。精神を司る星ですし、要は最後の、星座さんですから、この世とあの世、地球と宇宙を、つなぐ、星座さんなんですよ。だからこそあの世、宇宙にとつながるためには、重たい地球の重たい不安とか恐怖心とか怒りの、ね、エネルギーを持ってたらあっちにつながれないんですね、宇宙に。そう、イコール風、精神の、世界に移行していく風の時代に移行できないことを今魚座さんは、魚座さんだけじゃないですよ、今太陽が魚座に入ってるから、みんなにそのエネルギーが降り注いでて、はい、手放しなさいよ、お掃除しなさいよ、それは物質的にも内側にもです。特に自分の中に出てくる葛藤だったりとか不安だったりとか、うわ何も見えない、本当に私このままやってって本当に移行できるのっていう風にね、焦ってきたり、まあいろんななんかわちゃわちゃしたエネルギーが出てくると思うんです。でもこれすごい今いいレッスンであって、この満月の時も、満月っていうのは、手放さなきゃいけないものは手放して、実った部分は持っていく、だからシェイプしてすり落として純度を上げていくっていう日でもあるんですね。そうだけど、光が見えないとか、おげさん、トンネルの先本当にあるの、これ真っ暗まだ歩いてるよって、あなた一人じゃありません、たくさんいらっしゃいます。集合意識でみんな成長してるっていう部分も絶対忘れないでください。あなた一人じゃないです。はい、それでね、そのトンネルとか光が見えないのは、不安に陥るのも分かるんですけど、これが大きなレッスンなんですね、みんなに与えられた。なぜかっていうと、これからはごめんなさいリピしちゃうんだけど、精神の世界に移行していくわけじゃないですか。ってことは、見えないエネルギーがあって、内側ね、自分がどういうことを思うかによって、それが現実の世界に、あなたの私のストーリー、自分の生活に作られて映されていくわけじゃないですか。例えば A さんがそこにいて、自分が不安を持ってたり怒りを持ってたら、うわあの人私のこと怒っているに違いないっていう人もいるだろうし、めちゃめちゃのんびりしている人がA さんを同じ時に見た時、そうかな、別に怒ってないと思うよってハプンするのがその理由なんです。内側にどういうことを思っているかによって、ここに同じ現象が起きたとしても、それぞれが見えるシーンが違うんですね、感覚が変わってくるんですね。ってことは、
要は精神を鍛えるというか、自分の軸を作る、自分が人生をドライブしていってるんだっていうことを可能な限りこの2月に早くお掃除しながら気づいていく、意識していく月なんですね。それができて、手放してできた人、そして自分がなりたい自分、やりたいことを見えないけど、まあまだ体シックスパックできてないけど、地道にちょっと今日休んでもいい、だるい日はもう私やっぱ信じてやめても、また立ち上がってやっていくんですね。それを続けた人が3月20日の宇宙元旦の時に、何かしら前のあなたが映し出すスクリーンは変わってます。もしも毎日ね同じ生活をしてて変わらない生活だったとしても、さっき言ったように目の前に映し出されるその毎日のただの生活が、意識が変わってます。だから A さんのことを、うわあの人怒ってるって言いながらも、自分が怒りを手放せれてたら、全部手放さなくてもいいですよ。1ミリでも2ミリでも10のうち1でも2でもいいんです。そしたら、あれ怒ってないなとか、あれちょっと怒りが軽くなってるなとかいう感じで、映し出すスクリーンに対する自分の感覚が変わってるんですね。そう、それが魚座のカム、の働きがかかる精神の性を高めていこう。それによってこの2024年の宇宙元旦からのスタートが変わってくるんですね。でも絶対に焦らないでください。なぜかっていうとね、手放すことってやっぱり大変なんです。はい、それは私たちがこの魂が地球で体験するためには、それぞれのボディ体を持って、選んできましたよね、お父さんお母さんをね。そしてやっぱり地球上にあるある程度一定のルールの中の一つに、集合意識化で絶対に不安とか怒りとかネガティブなエネルギー、想念を持たされてるんですね。そのルールに早く気づいて、大変やけど自分を否定せずに自分を愛して、その出てくる感情を目の前の生活 A さんに使うんじゃなくて、A さんが怒ってるじゃなくて、あ、私は怒りっていう感情がまだ残ってるんやな、早く手放そうとか、ゆっくり手放そうでもいいですよ。とにかくそれを冷静に自分を見て、それを手放すっていう風に決めていくことによって、絶対に一気に手放さなくても、少しずつ少しずつ玉ねぎの皮とかクレープのようにね、薄皮を剥がしていけれるんですね。そうするといつか気づいたら、腹筋で言ったら毎日10回でも100回できなくてもいい、10回でも5回でもいい、そして休む日があってもいい、それがいつか絶対シックスパックになっているんです。それちょっと腹筋はできないんですけど、私もそう、そんな感じでね、そのメッセージがすごい込められているんです。はい、だからね、一番大切なのは手放しです。でも満月のこの日に出てくる感情がわちゃわちゃ出てきても、その日に一気に手放せなくても大丈夫です。周りは一気に手放せたり、友達は進んでいる見えているようになっても、またトリックです。これ比べちゃダメです。比べるように見えて、自分の内側にフォーカスするってことです。自分の1ミリ2ミリの成長をも褒めてあげるってことを、このね、魚座のね、あ、魚座じゃない、魚座を反対軸にする乙女座さんの満月には、メッセージが込められてます。その1ミリでも2ミリでもの成長を、よくやったね、頑張ったねって言ってね、褒めたげて、そしてそこにまだ付着している不安やったり怒りやったり、大丈夫なのかな自分はっていうネガティブなものは解放して、削ぎ落として、どん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 自分なりに純度を上げていくっていうのが、今回の、満月のメッセージな感じですね。クリスタル的にはいかがでしょうか。ちょっと読めてない部分あるかな。そうでもね、とにかく手放しが大変なのと、今、あなただけじゃない、不安を持ってたらみんな、不安な感じですよ。冬ですもん、まだまだガチッと固まってるしね。そうですね、そう、乙女座上手で、ちょっと待ってね、そう、そんな感じですね。結局この本当に助っ人が来てるんです、宇宙は。太陽の魚座さんだけだと、ごめんなさい、自分が魚座さんやから言わせてもらうね。どちらといえば具現化とか現実とかグラウンディが、ハテナマークな人が多いと思うんですよ、結構他の土星座さんとかからしたら。でもちゃんと土星座さんの地道に行くヤギ座の守護星の
あの地道に具現化する土星先生とこの地球上でビジネスでも何でもうまくやっていく知性とコミュニケーションの星水星がポッてついてくれてるんですよ。これ使うためには手放してここと手をつながなきゃいけないってことなんです。これの葛藤の180は何かっていうと、やっぱり重たいエネルギーだと思います。だから浄化浄化浄化でいけばこれとこれを手をつなげれるようになるんですよね。なぜかと乙女座さんのオーガナイズと地に足ついて地道に行くっていうのと、そこに魚座さんの太陽の、本当にね理想を持って、もっともっとファンタジーをね、私の、これから作る未来を、あなたが作る未来をもっと今まで以上に楽しく、そんな生活あるの、そんなお仕事あるの、そんなクリエイティブなことあるのっていう風にね、風の時代のバージョンに、あなたを変えていくのがこの、今回のね乙女座さんと魚座さんの、満月といった感じになります。メッセージはそんな感じと思うんだけど、もしもあそっかなるほど私もそう思うって言ってアグリーしてくれる人は急がなくて大丈夫です。ゆっくりゆっくりでぼちぼち行きましょう。クリスタルもねかなりぼちぼちです。はーい、見てくれてありがとうございます。これ以外もね毎朝の、無理しない軽やかに、宇宙のエネルギー星のエネルギーを使って軽やかに地球を楽しく生きるっていう感じ的に星読みとか、してます。よかったら、ご覧ください。 Thank you for watching everyone. Have a nice beautiful full moon day. じゃあね、ありがとうございました。